P 級装甲艦は、ドイツ海軍が Z 計画に基づき計画した艦級である。ドイツ海軍は、本級を装甲艦に分類したが、実際は、土球戦艦サイズのジュニオ戦艦と言えるものであった。ドイツ海軍は、本級を12隻建造する計画であったが、すべて建造は停止された。ドイツ海軍は、本級とは別に、収益時に、 ポケット戦艦と呼称されて、列強海軍から脅威とされてきた、ドイッチュラント級を配備していた。しかし早くも1930年代において、列強諸国が、ドイッチュラント級より高速かつ、強火力を持つ対抗艦を続々と整備し始めると、ドイツ艦隊の力量不足は、明らかとなってきた。このため、海軍内部からは、ドイツラント級をより防御化した上で、 従順洋艦並みの高速能力を持つ新型装甲艦を整備しようとする意見が上がった。同じ頃、ドイツ海軍が Z 計画を研究する際に、その建造ドクトリンとなった作戦構想はどのようなものであったかを説明する。この構想では、ドイツ海軍は石数に勝るイギリス艦隊に正面、切手の艦隊決戦は挑まないこととされていた。 ドイツ海軍はまず、石数が多く高速型の装甲艦で、通商破壊戦を挑み、連合国の通商路を混乱させることを起とした。このドイツ海軍の装甲艦を補足するために、敵艦隊は分散する。その分散した、小艦隊を大型戦艦が、確保撃破する、という構想を、ドイツ海軍は立てていた。このため、 ドイツ海軍は1938年度の Z 計画において遊撃戦に使用する新型装甲艦12隻を要求し、過剰として、計画艦にはドイツ語で装甲艦を意味するパンツァーシフの頭文字である P の字を取って P1 級装甲艦という故障を与えた。これが本級である。本級の要求性能は概要での遊撃作戦において、 主敵である条約型重巡洋艦を圧倒できる、司法後継、条約型巡洋艦に撃破されない、防御力、そして敵の対抗感が現れた時に遁走できる、高速、高速性能を持つことであった。これをもって1938年4月から本級の設計案が策定されることとなった。この時期に、ドイツ海軍では D 級装甲艦から発展した。 シャルンホルスト級戦艦と同じく 28cm3 連装砲塔を3機持つ艦として排水量2万1000トンから3万1000トンまで幅広く設計案を策定していたが最終的に排水量2万3000トンで対8インチ防御を有し 28cm3 連装砲2機を装備する A 案と同排水量 同防魚力で 38cm 連装法2基を装備する B 案が比較検討された。この結果本級は将来シャルンホルスト級が 38cm 連装法3基に手法等を換装した際撤去して余剰となるであろう1934年型 28cm 法を流用できる A 案を採用した。これが本級の設計案となった。 なお、B 案の火力も捨てがたいとして、研究対象としては残存し、これを発展させる形で、応急巡洋戦艦が構想された。春工時のシャルンホルスト級は、艦首形状がほぼ垂直に近いもので、両派性に問題があった。そこで後に艦首を強く傾斜させた、アトランティックバウへ回収した経緯を先訓とし、P 級の艦首形状は、 最初から鋭く前方に傾斜したアトランティックバウを採用した。従来のドイツ軍艦と異なり、P 級の監視艦板には強い視野がつき、そこにシャルンホルスト級から撤去した s k c 3 4百9 3 4年型28センチメートル砲を3連装砲塔ごと一番手砲塔とし、一機が配置された。その背後から、 上部構造物が始まり、一番手法等よりも高所に、副砲として、SKC-281928 年型 15cm 速射砲を連装砲塔に収めて一基を配置した。環境構造は、新型戦艦、ビスマルク級に告示した、司令塔を組み込んだ箱型の操舵環境である。この後部から、頂上部に、即居儀を配置し、 中部に見張り所を持つ戦闘環境が立つ。環境の背後に日本煙突が立ち、その間には旋回式カタパルトが中央部甲板上に1機、配置された。水蒸気と関西堤は煙突の基部に設けられた格納庫に収められた。堤の運用は一番煙突の左右に片元1機ずつ設けられたクレーン2機と、 二倍煙突を基部とする、ジブクレーン一機により行われた。原則甲板上には、対空火器として、SKC、30、30.5センチメートル広角砲を、連装砲画で環境の左右に一機ずつ、さらに一番煙突の後方、左右に一機ずつの片元二機ずつ、合計四機を配置した。他に近接火器として、3.7センチメートル、 単装機関砲を、操舵環境の左右に1機、2番煙突の左右に1機の、計4機配置した。対艦攻撃用に53.3センチメートル4、連装魚雷発射管を、カタパルトの左右に、片毛に1機ずつ、計2機を配置した。2番煙突を基部として、後部マストが立つ。この頂上部に、即居技を配置した、後部環境を配置した。さらに、 後ろ向きの2番副砲塔が一機配置されて、上部構造物が終了する。その下の後部甲板上に2番主砲塔が一機、後ろ向きに配置された。現代も残る、グナイゼナウの手法と前述した通りに、本級の手法には、新設計の s k c 3 4 9 3 4年型28センチメートル砲を、砲塔ごと流用するはずであった。 その性能は重量弾化された重さ 315kg の鉄鋼弾を最大行角40度で4万メートルまで届かせる能力を持っていた。不行能力は行角40度、深く9度である。旋回角度は守備線方向を0度として左右150度の旋回角度を持つ。主砲神の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾。 装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は、毎分3.5発であった。包囲力では、射程2万メートルで、原則走行225ミリメートルを、射程15100メートルで、原則走行335ミリメートルを容易に、貫通する性能を持っており、イギリス海軍のレナウン92用戦艦に対し射程2万メートルで、 原則走行を破ることができ、クイーンエリザベス級戦艦やリベンジ級戦艦に対しても射程15000メートル以下まで接近すれば、原則走行を破る能力を持っていた。本級と同型の現代も残る、グナイゼナウの15センチメートル複砲等。本級の複砲には、シャルンホルスト級と同じく、SKC。 28,928 28年型1 5トル速射砲を採用して新設計の連装砲塔に収めた。その性能は4 5 3ラムの砲弾を初速8 7 5ル毎秒で行三35度で2 2 0 0 0ルまで届かせるものであった。砲塔の不行能力は行角40度、深く10度である。 旋回角度は360度の旋回角度を持っていたが、実際は上部構造物により制限があった。方針の不行、砲塔の旋回、砲弾の溶弾、装填は主に電力で行われ、補助に人力を必要とした。発射速度は毎分6から8発であった。他に対空用として SKC、 三十三千九百三十三年型、十点五センチメートル広角砲を装備した。これは十五点。八キログラムの砲弾を、行角四十五度で一万七千七百メートル、最大行角八十度で一万二千五百メートルの高度まで到達させた。旋回と不行の動力は、電動と人力で行われ、左右方向に三百六十度旋回でき、不行は行角八十度。 深く10度であった。発射速度は、毎分15から18発だった。これを連装砲がで4機、合計8門を装備した。また、近接対空火器として、SKC-301930 年型 3.7cm 機関砲を、単装砲がで4機4門、SKC-381938 年型 2cm 機関銃。 単装砲がで10機呪文を装備した。他に、手法では相手にならない相手のために53.3センチメートル、4連装魚雷発射管を2機搭載した。本級の機関には、従来から使用されていて、燃料消費の多かった、重油戦召艦と蒸気タービンの組み合わせではなく、燃料消費の少ない高出力大型ディーゼル機関を採用した。 これはかさばる蒸気機関よりも機関スペースや燃料タンクなどのスペースを軽減でき、ひいては船体や重要区画のサイズ縮小イコール防御範囲縮小をもたらすため重量軽減に大きく貢献し排水量制限の厳しい本級にとってまさにうってつけの機関であった。これにより財政状況の厳しい海軍で燃料費の節約につながった上、 補給基地が不要なほどの長大な航続力を得たことは、全対戦時に、太陽での通称破壊戦時に、燃料補給にかかる手間やコストに悩まされた海軍に、とって、戦略的に有利となった。結果的にこれらは、良き宣伝材料となり、列強が本級の対応策に追われる間に、より強力な艦を研究、整備できる時間を作ってくれたのである。しかし、 ディーゼル機関の採用には問題がなかったわけではなく、技術面では各機関の回転総数が耐久限界の7200万回転に達する間にクロスヘッドピストン棒取付部の故障が頻発した。十数回ほど改造をしたが効果はなく、最後に5分の位置模型や部分模型による精密実験によって原因を究明してようやく故障を克服した。 燃料噴射システムには高い精度、高い耐久性が要求されるため製造コストが加算で予算面でもドイツ海軍を悩ませた。さらに高圧縮で運転するディーゼル機関特有の騒音の高さは蒸気タービン機関の比ではなく環状で作業する水平への意思疎通を妨げたために電気メガホンを必要とするほどであった。ディーゼル機関は 燃料面においてもタービン管と同様に高品質な重油を必要とし、粗悪な重油、軽油では出力が出せずに機関の不調も起こす始末であった。また、当時のディーゼル燃料は粘性が高すぎて流れが悪く燃料供給に支障が出たため燃料管に専用の加熱装置を組み込む必要があった。本級においては、 満車性9機等にサイクルディーゼル機関を4機、組み合わせ、その出力で、スクリュー軸1本を推進する。これは、ドイッチュラント級と変わらないが、本級はそれよりも高速を出すために、ディーゼル機関を12機搭載、最大出力16万5000馬力で3軸推進し、最大速力33.5ノットを、発揮させようという設計を行った。 機関配置もまた一新された。推進機関を万全と前後にすべて配置する従来のシャルンホルスト級やビスマルク級よりも進んだ思想であるシフト配置を採用した。これは当時の他国の条約型巡洋艦の多くに用いられた機関配置形式で機関を複数のブロックに前後に分散配置することで機関区への被弾で機関の多くを一斉に 失わないようにする優れた機関配置形式であった。機関室は一室ごとに9気筒ディーゼル機関2機を並列に配置し原則ギアで連結した。この機関室は船体中央部に電の地型に4室が配置された。片弦2室、ディーゼル機関4機で一軸を回した。ただし中央軸の機間を配置することがスペース的に難しかったために 中央軸の推進機関に関しては、1番、主砲等弾薬庫と、主機関室の間に、ディーゼル機関室一室を、主機関室と2番主砲等弾薬庫の間に、ディーゼル機関室一室を置くという、変則的で前後に大きく離された配置となった。いずれも官名に関しては不明だが、同じ装甲艦であるドイッチュラント級が、軍人の名前を取り入れているため、やはり、 P 級も軍人から取られたとされる。ありがとうございます。